らしいまくりが。あ、いや、まぐりって言わないですよ。なだれ追い込み。実際その関東の戦いだったんですけど、狙いはどうだったんですか？狙いって、でももうね、やるだけやってダメなら自分納得できるし、はい、人の後ろついて9着とかね、悪い着取んなら、うん、それは何も自分にプラスにならないし、うん、まあとにかく やった結果だって納得できるように、うん、お客さんもね、やっぱりああやってもしダメだったら、はい、まあやることやってダメだったっていう車検にね、納得してもらえば、うん、そういう気持ちです。で、ちょっとまあ前段がもつれるような格好でもう2コーナーそこしかというか、もうまあ後ろに8着いたんで、はい、先に行かれたらもう打ち詰まっちゃうし、あれでもし行って8着に抜かれればね、まあそれはそれで納得するだろうし、まあでも行くからにやっぱり1着取りたい気持ちで行くし、抜かれたと思うんですけどね。いやでも残してくれただけです。で、昔からやっぱりその斉藤俊信さんというレースを見てると、今日のこういう二重丸がついている新聞もあったり、それは一社だけですよね。あの、一社だと思います。僕のこと分かってない一社だけです。多分確かでだいぶ得したんじゃないですか。ああ、いたんですね。